こんばんは、6時のニュースをお伝えします。現在コロナ禍の影響もあり、引きこもりの人口が増え続けています。今回はその引きこもりのリアルな現状を伝えるべく、実際に私坪浅が取材をしてきましたので、そちらをご覧ください。はい、私は今引きこもりの男性の方が住まわれているという家の前に来ております。それでは早速お邪魔させていただきたいと思います。すみません、お邪魔します。よろしくお願いします。引きこもりをされている男性の母親、恵子さん。恵子さんの話によると、息子の俊夫さんは現在35歳で、社会人になった23歳の時に仕事がうまくいかず職場を退職し、それ以来12年間もの間ずっと引きこもり生活を続けているとのことです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。息子さんは基本的に普段はあんまり部屋から出てこられないんですか？じゃあもう普段会話することはほとんどないみたいな感じなんでしょうか？いや、もう怖くて、とても話しかけられないです。怖くてっていうのは？母親の恵子さんに引きこもってしまった詳しい話を伺っていたその時。なんだよ、誰かいんのか、誰と喋ってんだよ。突然奥の部屋から怒鳴り声が。今のは息子です。ここで引きこもりをされている俊夫さんに直接話を聞くため、母恵子さんは別室に待機していただき、男性の部屋に向かいました。すいません、私アナウンサーをしております坪浅と申します。本日お母様の、お許しをいただいて、今誰だよお前はよ、何俺の許可を勝手に家に上がり込んでんだよ。すいません、一応お母様の方から許可は。俺は許可出してねえんだよ、人の家に勝手に入りやがって。住居侵入罪で訴えるぞ。これ突然知らない人間が家の中に入ってきたことに怒鳴り声を上げ、感情をあらわにする俊夫さん。その後も怒鳴り声は続き、お母様の方から番組の方にですね、息子をどうにかしてほしいと言いますか、そのようなメッセージをいただきまして、なので引きこもってしまった経緯とかをお聞き。知らねえよそんなの、俺は何も頼んでねえんだよ。マジで勝手に入ってくんだよ。いや、そうかもしれないんですけれども、お母さんがちょっと怒鳴り声とかをちょっと気になっているみたいで、大変苦労なさってる。だからてめえに関係ねえだろ、見ず知らずの通りそんなこと言われる筋合いねえんだよ、こっちは。お前と話すこと、帰れよ、おめえ。帰れ。少しだけでも、お話ししたいので、もしよろしければなんですけれども、ちょっとお顔を見てお話ししたいので、カーテンの方開けさせて。触んなよ。カーテン触んなよ。もう切れるぞ、本当に。もう切れるぞ、ほら。お前絶対開けんなよ。こちらの話しかけに、毎回怒鳴り声で返してくる俊夫さん。ここで母恵子さんの許可をもらい、無理やりカーテンを開けること。開けさせていただきます。すいません。あーが引き続きませんか、何で開けんだよ。開けんなって言ってんじゃんかよ。何でほんとちょっとやるんだよ。このようにですね、引きこもりをされていて悩まれている方も、たくさんいます。そのような方が無理をせず社会復帰できることを心から祈っております。以上。